人気者のエスコンフィールド初上陸がお預けとなった。日本ハムと中日は12、13日の同カードでエスコンフィールド来場予定だった中日の公式マスコット、ドアラ、が体調不良により出演を見送ると10日、発表した。両日で予定していたフレップ×ドアラの交流戦スペシャルイベント、フレップ×ドアラマスコット写真撮影会も中止。 代役としてシャオロンが来場し、中日のチアリーディングチーム、チアドラゴンズとのコラボパフォーマンスがお披露目される。ドアラはオフィシャルブログで、北海道に行く予定でしたが、申し訳ありません。交流戦は楽しんでください。何かしら頑張ろうと綴った、4日ソフトバンク戦から4戦連続、体調不良で欠場し、 8日楽天戦で復帰も9日楽天戦は再び体調不良で欠場していた。SNS 上では早速、ドアラの狐ダンス見たかった、お大事に、など心配する声やシャオロンの狐ダンスやるのかな、楽しみと代役の奮起を期待する声も上がっていた。